今日も格別のワルツをお届けいたします。楽譜が苦手だからピアノが難しく感じるのです。楽譜に初見力を
少しずつ身につけることで、ピアノはもっともっと表現豊かに演奏することができます。頑張って乗り越える能力を身につけるピアノ教室です。褒めて励まし、共感して認めてあげることが大切だと思っております。それではまた。今日もとっても楽しい体験レッスンでございました。またね。